まず石破政権の現閣僚では牧原秀樹法務大臣、酒井学国家公安委員長、伊藤忠彦復興大臣、小里康弘農水大臣の4人が厳しい戦いを余儀なくされそうだ。中でも、海江田万里、前衆院副議長と参院からくら替え出馬した維新の音喜多駿政調会長が激突する。前回選挙区で勝利した自民の山田美樹元環境副大臣も加わる大激戦はどうなりそうか。小林氏は弟の野村博文元文科大臣と萩生田光一元政調会長の2人は、厳しい戦いが予想される衆院参議院議員の浜田聡でございます。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。ただいま夕刊フジの方で、興味深い2派の記事がありました。ちょっと紹介をさせていただきます。落選危機、与野党大物21人衆院選公示、旧統一教会問題や週刊誌報道、4閣僚に厳しい戦い、自民は40から50議席減らす可能性と、いうことで、今回、政治評論家の小林芳也さんが、解説をされておられますということで、まず石破政権の現閣僚では牧原秀樹法務大臣、酒井学国家公安委員長、伊藤忠彦復興大臣、小里康弘農水大臣の4人が厳しい戦いを余儀なくされそうだ。中でも世界平和統一家庭連合、旧統一教会関連のイベントに自身や秘書が計37回出席していたことが明らかになった牧原氏と、過去に週刊誌報道があった小里氏は選挙戦で逆風にさらされるということで。まあね、旧統一教会家庭連合はね、私はね、全然問題ないと思うんですけれど、牧原さんと、に限らずですね、自民党の方がですね、隠すのがね、大いな問題だと思いますね。私なんかね、誘われて、招待されてね、結構行ってますからね、むしろですね、旧統一家庭連合のね、方の言い分を、聞いて、やっぱりこれはね、国政で、もうね、ちょっとなんとかせなあかんなと、いうこと。簡単に言っちゃうとですね、家庭連合の方、ね、拉致の被害に遭ってたんですよね。その拉致の被害を遭ってたですね、脱会やとされる人物が立憲民主党とね、結構深いつながり持ってますので、私はそれを知ってから、このね、家庭連合の方のですね、手助けというか、サポートをね、させていただいているわけですが、ちょっとね、自民党の方は、家庭連合の方とのつながりを、示唆されるとね、逃げるんですよね。要職を経験した、自民党の大物では、甘利明元幹事長、衛藤征士郎元衆院副議長らが、苦戦を強いられている。前回の衆院選で甘利氏は小選挙区で敗れて比例復活を余儀なくされ、衛藤氏はわずか654票差という薄氷の勝利だった。小林氏、自民は40から50議席減らす可能性もということで、小林氏は、甘利氏はこれまでの神奈川13区から神奈川20区に選挙区が変わるが、過去の金銭授受問題を引きずっている。同選挙区の立民の大塚さより氏は40代で刷新感がある。風は女性の方に有利に働くと見ている。甘利氏にとって苦戦になるのは間違いない。衛藤氏は前回は新勝したが、立民の吉川はじめ氏には勢いがある。どちらにひっくり返るかわからない大接戦となるだろうと解説する。甘利明さんなんですけど、前回の選挙ね、立民の方がですね、太栄志さんという方ですね、もうかなり地元をね、熱心に回られてたという方で、ね、小選挙区で、甘利さんにね、勝たれたということで、今回ちょっと大塚さよりさんということで、相手が変わるみたいですね。ちょっと、とりあえず、ちょっとね、前回のね、甘利さんが小選挙区で敗れたのは結構印象に残ってるので、次、野党に目を移せば、東京1区では立民の、海江田万里、前衆院副議長と参院からくら替え出馬した維新の音喜多駿政調会長が激突する。前回選挙区で勝利した自民の山田美樹元環境副大臣も加わる大激戦はどうなりそうか。
小林氏は、音喜多氏は、弁舌が爽やかで、維新の目玉候補の一人だが、東京一区は初めてで、有権者がどのような反応をするか見えてこない部分もある。ベテランの海江田氏とどちらが勝ってもおかしくない。山田氏は公明の推薦をもらえることが決まったものの、裏金問題の余波を受けて、少し苦しいと見る。と、話す。はい、今回ね、東京一区、まあ、結構候補者がね、たくさん出てるみたいなんですけれど、はい、佐藤沙織さん、まあ、ご存知の方も多いとは思いますけれど、まあ、政治家女子48で、ですね、まあ、我々と、はい、結構一緒にですね、まあ、活動されてきて、まあ、今回ですね、自身のね、政治団体を立ち上げて、まあ、東京行くから挑戦ということで、公認会計士ということで、まあそうですね。まあ自分でね、政治団体作って、現在党員が、1400人をね、超えているという、まあすごいですよね。はい。こういう形で佐藤沙織さんもいますよということをですね、まあ紹介をさせていただきます。では記事続きいきます。自民党の、派閥裏金事件を受けて、非公認となった候補では東京選挙区とする下村博文元文科大臣と萩生田光一元政調会長の二人は、厳しい戦いが予想される。衆院選全体ではどうなりそうか。小林氏は現時点での見通しをこう語った。公明が公示直前に不記載議員も含めて自民候補の推薦を増やした。野党の候補一本化が進まず乱立していることからすると、自民は40から50議席ぐらい。減らす可能性はあり、単独過半数は厳しいが、公明の獲得議席数を足せば、過半数の233議席を、守れるのではないかと見ているということですかね。東京24区は東京のベッドタウン、八王子市の大部分からなる選挙区ですということで、候補者が1、2、3、4、5、6人出てるんですね。ということで、参政党、よくらさゆりさん40歳、立憲民主党、有田芳生さん72歳、無所属新人、旗尻彩夫さん69歳、国民民主党、浦川雄介さん31歳、維新の会、佐藤由美さん52歳、無所属、まあ、自民党、元自民党、萩生田光一さん61歳ということで、まあそうですね、なんだかんだでね、まあ萩生田さんも、まあ強いんじゃないかなという気はしますね。ちょっと有田芳生さんが、ね、まあ、統一教会問題ということで、ここ出られてるんですけど、って感じですよね。はい。で、まあ、浦川雄介さんはね、ちょっと個人的には少し、知っているところでございます。まあ、弁護士さんですかね。はい、国民民主党で。まあ、私が、一日店長の、まあ、バーのね、一日店長をね、させていただいたときに、お越しくださいました。はい。萩生田さんは政治と金をめぐる問題で自民党の公認を受けれず、得られず、無所属で立候補しました。自民党の八王子支部が推薦しています。まあ、推薦は出すんですね。立憲民主党の新人で元参議院議員の有田さんは社民党、都連合が推薦しています。また、いずれも新人で日本維新の会の佐藤さん、国民民主党の中川さん、参政党の、よくらさんなど立候補し、合わせて6人が争う構図です。まあ、有田芳生さんなんですけれど、まあ、実はですね、私少し仲良くさせていただいておりまして、というのもですね、母親がですね、高校時代、有田芳生さんとね、同級生だったんですよね。ということで、まあ、ちょっとね、その件をですね、有田さんにちょっと話す機会があって、言ったらですね、ちょっと、今度見とくわとか、なんか卒アル見とくわとか言って、で、しばらくした後、確かにいいということで、なんかね、私の母を認識してくださったという、まあそういう、ちょっとね、そういうつながりが、まああって、親近感はね、少し、あります。まあただ、まあまあいや、統一教会関連についてはですね、まあちょっとこれ、まあ話それるんで、それちゃいますけどね、有田芳生さん自身はですね、2008年の記事でですね、まあ今でこそね、自民党と統一教会癒着だとか言うてますけど、2008年かなんかのね、ブログ記事、今も残ってるんですけど、安倍晋三は統一教会とは距離を保っていたのであるとか、そういうね、記事があったんですよ。
安倍、岸信介さんとかに比べるとですね、おじいちゃんの代に比べると、安倍晋三はですね、とは、岸信介氏がですね、統一教会とべったりだったのに対して、安倍晋三は距離を取っていたのであるというですね、そういう記事も書かれたんですけど、今はちょっとだいぶですね、考えが変わられたということで。皆さんご一緒に。